できぬ。それは劉備殿のご意志とは関係なくか。それが将の裁量と心得る。よかろう。これ以上争っても笑うのは曹操だけだ。だが改めて誓ってもらおう、関羽。一つ、お前も孫竜同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して曹操に対すること。うん、よかろう。我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。よしく殿、あそこで関羽を斬ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、リョモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。またゾロ曹操も動き出す頃だ。リョモ。あ、関羽を斬ると言ったお前は間違ってはいない。だが適当に引いてみせて相手を動かすことも覚えろ。お前はまだ素直すぎるな。はあ。いや、その素直さがあっての成長か。日々に学べよ、よも。明日の孫悟を支えてくれ。そう、俺を超え、いずれは周遊殿をも超えてゆくのだ。よしく殿、まさか。